こんにちは、ホラー漫画家の伊藤淳二です。そうですね、梅津和夫先生の、ミイラ先生というホラー漫画でした。それが、私の記憶している一番最初の漫画です。はい、やっぱり最初に読んだ漫画がホラー漫画だったので、なんか読んでいるうちに自分でも描きたくなりまして、で、まあ、子供の頃、まあ、遊びで、描いたのが始まりですね。で、ボディホラーというのは自分では意識してなかったんですけど、なんか一番怖いのはなんか人間の心だと思うんですけど、それをこの体がいろいろ体現しているというか、人間の体が一番怖いような気がしまして、それをいろいろ変形をさせてですね、それを描いていったかなと思いますね。なんか動物だとあまり怖いと感じないんですけど、なんか人間のボディはなんかホラーの題材としては一番怖いと思います。そうですね、ボディホラーっていうのに関連して、大体人間の体を変形したものが多いですね。例えば人間の体に違うものをくっつけたりするっていう場合がありますけども、例えばナメクジ少女っていう作品は、そのある日鏡で自分の舌を見てて、いろいろ動かしてたら、なんかナメクジに似てるなということに気がついてですね、そこで自分の舌がナメクジになっちゃったら気持ち悪いだろうなっていうところから、デザインしましたんで、そういった発想からデザインができますね。はい、とにかく梅津先生からはストーリー性というか、作り込まれたストーリーからこう面白さを、感じるというのがありますし、日野秀樹先生はこの、ショッキングな首がピョーンと飛んじゃったりとかですね、残酷シーンとか、そういうのが絵柄で叙情性を含めて独特の世界を作ってらっしゃるんで、そういうところも雰囲気作りという点も含めて影響を受けました。もう大好きですね一番好きでしょう。その次に SF、 サイエンスフィクションとか、そういったものが好きですね。やっぱり、ホラーが一番多分好きだと思います。はい、やっぱりギエルモ・デルトロ監督が素晴らしいなと思いますね。世界観がもうちょっと独特の世界を作り出してるなというのがありますし、最近見た中ではヘレディタリーっていう映画が非常に何て言うんですかね、現代の映画なんですけど、なんか70年代のオカルト映画を見ているような、そういう古典的な正統派の演出をされてるなっていう、アリ・アスター監督ですね、もう素晴らしいと思いましたし、あと好きなのが資料館シリーズは結構好きでジェームズ・ワン監督などの作品が、素晴らしいと思います。もう私が子供の頃はもうそれが主流でですね、夏になるともうテレビでは四谷怪談とか、
番町皿屋敷って言ってまあ、時代劇なんですけど、あの幽霊が出てくる作品に親しんできましたんで、今でも大好きですし、特に中川信夫監督の東海道四谷怪談という映画がですね、最高傑作と言われてますけど、今見てもすごく怖いですし、とても好きですね。私に限らず多分漫画家の人は編集さんに注意されることだと思うんですけど、良識に反することですよね。特にホラー漫画だと気をつけないといけないんですけど、精神異常に関することとか、病気に関することとかですね、もちろん差別も含めて、そういうものは書けないですね。アイデアで思いついてもちょっと書かないですと。そうですね、生理的にな意味ではグリセリドといってですね、油を絞る漫画なんですけど、これ自分で書いてても気持ち悪かったですね。いやそうですね、自分の中で一番こうバランスを注意してですね、なんか黄金比ってよく言うんですけど、顔の 目鼻のバランスをこう整えるっていうことはありますけど、そうですね、あと美人の写真をよく見ると。あんまり意識してないんですけど、やっぱり絶望的な状況に置かないと怖くならないような気がして、だいたい登場人物は絶望的な立場に置かれますよね。ちょっと考えたことないですね。そう言われてみればそうだなと思いましたけど、なんか当たり前のようにそのキャラクターを絶望的にさせてますね。そうですね、子供の頃、ホラーっていうと大体限定された場所での例えば幽霊が出たとか、そういう狭い範囲での描き方をしてたんですけど、ラブクラフトとかに出会って巨大なものが怖いとか、あと宇宙が怖いというような、なんかスケールがどんどん大きくなっていってですね、で最近ではちょっと今書いている漫画でもなんか宇宙の果てまでちょっと視野がいってしまいまして、さすがにちょっと行き過ぎだろうということで、ちょっと軌道修正しようとしているところです。いやもうコツというか感覚的なことでしかなくて、ホラーなんで別にギャグを入れる必要はなくてですね、ただ怖い話書けばいいんですけど、アイデア帳の中にギャグも含まれてまして、なんか思いついたギャグをこうネタ帳に書いてあるのを見つけると、なんかこれもちょっと生かしたいなという、もったいないなという気持ちで、ホラーの雰囲気を壊さない程度にそのギャグもちょっと入れるというような、ちょっと隠し味みたいな、ギャグを入れることによってより読者も楽しんでもらえるかなっていう気持ちもありますし、ちょっと入れるだけですね。
そうです。最近ツイッターを始めてですね、いろいろ反応がダイレクトに伝わってくるんですけど、やっぱ印象的なのはコスプレですね。結構有名な、結構有名になりましたけど、いくらさんという方がですね、すごく再現率の高いコスプレをしてくださって、で他海外の方もコスプレをちょいちょい写真を上げてくれたりして、その辺が印象に残ってますね。そうですね、大体漫画は私の場合最初のちょっとしたアイディアから始まるんで、その、イメージとか、ちょっと不思議な感覚とかを、そういうものを核にしてですね、膨らませて作ってますので、その最初のイメージとか違和感みたいなものを、楽しんでもらいたいなというのがありますね。はい、今2匹飼ってますけど、1匹はいろいろお腹すいたりするといろいろニャーニャー泣いてこっち向いて要求してきてうるさいですねでもう1匹は結構すり寄ってきて撫でると反応して可愛いです。うるさい方はあんまり撫でても向こう行っちゃったりして可愛げないんですけど、ね、そんな感じで作品にはあまり影響なくて、一番役に立っていることはですね、ペンとか絵を描く周りのもので描きやすい環境にするためにね、いろいろ工作をするんです。ペン軸を削ったりとか、ちょっとパテで持って描きやすい道具にする、そういう工作に技巧の技術が役に立ってます。滑らかに仕上げて心地よい感触で描けるように作るという、そういったことに一番役に立ってます。呼ばれてるんですかね分かんないですけど実感はないんですけど、いや そんなことないと思いますけどねはい、自分は今まで通り机に向かって書こうと思います。